はいみなさんこんにちは、えー、小説家の「川口俊一ですこの、えー、コーヒーが冷めないうちに」という小説を書きましたでこの本が世界中で売れてるっていうことなんですけど実はですね僕これがなぜこんなにもたくさん売れてるのかっていうのは僕自身は本当にわからないというかうん僕自身が聞いてみたい一つの,あのテーマだと思っています、まあ、これは僕の主観になるんですけど とても僕はあの物語の中にあの不器用な人たちをたくさん書いてるんです。もう僕がその不器用な人がその困難にぶつかってそれをどういうふうに受け止めてどうやって生きていくかということが僕自身がそうずっとテーマにしてきてることなので僕があの書いてるのは 多分日本的に不器用な、えー、なかなか自分の思いいいいいをを言葉にできないとかいう人たちを書いていますそうですね、うん、この国で読まれてて驚いたっていうのは一番やっぱり驚いたのは、えー、っとモンゴルという、えー、国があるんですけどモンゴルから依頼が来た時に「 あ、へえ、モンゴルの人も読んでくれるんだっていう、その驚きというか感動がありました。僕の中で、そのモンゴルって、モンゴルってすごくこう、うんと、遊牧民的なイメージがすごく強いんですけど、実際にはちゃんとした街もある。そういうところでも読まれるって、うんなんかすごくびっくりしました。えー、っとね、先ほど、あの、泣いている、僕の本を読んで泣いている人たちの動画を見させていただいたんですけど、いや、なんかこう、 僕、お芝居をやってたので、実際舞台の中では、えー、感動して泣かれてるところを見てる、実際そこの場で見てるんですけど、実は小説ってその読んでる状況を僕自身が直接見ることって、あの、今ま,までなかったんですよね。なので、あの、僕の本を読んで泣いてくれてる、あの、本を読んで、そのシーンを見て、うんと、まあ、正直に言うとすごく早めになりました。この本書いてよかったんだなって、あの、そういうふうに思ってます。 この、えっと、4作目の「さよならも言えないうちに」という作品は、えーっとまあ、それを読んでくれる人たちにそうです、ね、あの僕自身がやはり、えー、9歳の時に38歳の、えー、父と、えー、別れて、あのー、朝本当に起きた時にもう父が亡くなってた本当にさよならというかその別れ、うん、ありがとうも言えなかったし。 なんかそういうい僕の経験からあ僕も言いたかったなっておそらくあのいろんな方がそういう気持ちでいると思うんですけどもその時にその別れが言えなかったことをどのように、まあ、僕が今どういうふうに捉えてるかっていうのを、えー、文章にしたつもりでいるので、えー、特にやっぱり別れが言えなかった方に読んでいただいて、まあ、少しでもあの、えー、心を助けるというか。 あなたの心を少しでも軽くできたらいいなと思ってます。えっと本当に最後までお聞きいただきありがとうございます。えー、現在ですね、この、えー、1作目、2作目、3作目、4作目、えー、っと絶賛発売中です。あのもしよろしければ、ほんのちょっとでも、えー、こう後悔とか自分の人生にどうやったら前向きに生きれるかなって、もし悩んでる方がいらっしゃるんだったら、 うんとちょっとだけ読んでみてください。もしかしたら今読んでも感動はしないかもしれないんですけど、数年後なんか同じような経験をすることがあったとしたときに、僕のこの本をちょっとでも思い出していただけたらなと思いますのでよろしくお願いします、えー。最後まで本当にありがとうございました。